あ、どうも、どうも、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと一回敬語やめよう。敬語やめよう。ね、ちょっと年齢わからんけど、ちょっと敬語やめよう。ね。ちょっと人にこっち遅れるんよ。なんか残業らしくて、いやー、先始めとっていいよ。多分3、40分遅れるんじゃないかな。そっちは揃っとる。全員これ。あ、全員。おっしょ、おっしょ、おっしょ。もうじゃあ始めようよ。ね。俺、リナちゃんとはなんか3、4回遊んだよね。ね。なんかバーで出会って。ほんで、リナちゃんがなんか合コンやりたいって言い出して。いやいや、俺言った？いや、リナちゃんが言ったよ。いやいや、俺言って、リナちゃんが合コンやろうって言ったよ。じゃあ、俺言ってね。リナちゃん、そう。で、やろうって言って。ほんで、まあ、4対4がいいかなってこんな感じになったよ。うん。あ、店は俺が決めた。なんか、2500円で食べ飲み放題。うん、これ肉寿司も食べ放題に入っとるらしいよ。肉寿司食える。うまいよ、絶対。おお。とりあえず、なんか頼もうや。俺らビール3つと、ほんで、何？カシスウーロン？あと、カシスオレンジ。うん、カルアミルク2つ。あ、いいチョイスや。いいチョイス。めちゃくちゃいいチョイスや。ちょっと頼もうや。すいません。おい、来た。回して。とりあえず、乾杯。とりあえず自己紹介しようや。俺、小鉄って言うんで、タックンって呼んでください。なんでだよ、ね、お前突っ込めよ、お前。タックンじゃなくて、小鉄とかでいいよ。うん、大丈夫。うん。ほんでどうぞ。カズマです、カズマ。こいつバイト7回飛んどるけ。7回。ほんで今飛ぶことを飛んでずっと続けてる。次。ともや。こいつあれよ、歯医者の息子。けど、虫歯3本あったらしい。会社の息子なのに虫歯さんで、後から鉄馬ってやつが一人来るんだけど、これ男前出て、男前。まあハードルだいぶ上げとっていいよ。うん。じゃあ女子の方も、じゃあまずリナちゃんから。はい、リナちゃん。リナちゃんバリ天然ない、ほんま。ニューヨークって国があると思ってたらしい。よろしく。次、みゆちゃん。どうやって書くん？美しいに、あー、うわ、かわいいね。なんか、あの人に似てない？あの、芸能人でおるやん。あの人。いいや。思い出したらいいわ。ジュリちゃん。すごいね、その髪の色。緑じゃん。すごっ。いかついな。俺最初キャベツかと思ったもん。お通しみたいな。で、次。舞子ちゃん。舞子ちゃん。なんか、ピアスすごい開いとるね。すごい量じゃないそれ。ルーズリーフ挟みたいもん。下ピそれ。うわ、アメかと思った。すごい。いかつ。すごい。よろしく。え、ここはどういうつながり？同じ職場？え、りなちゃん美容師やろ？あ、じゃあ美容師なんだよ、みんな。あ、そう。なんかあんまり仲良さそうじゃないもんね。なんか、え、一緒の店？あ、そうなの。なんかあんま仲良さそうじゃない。あんまないんだよ、こういうの。あ、そうなの。俺ら全部仕事違うよ。うん。消防士、警察官、弁護士、嘘。実際はフリーターで、俺が今、就活中。あ、バイトはしょるけどね。うん。おー、ジュリちゃんごめんね、ありがとう。シーザーサラダ継ぐのうまっ。卵とか絶妙な量じゃん。うまいね。なんかやっとったやろ。トングが似合う。トングが。ちょ、ともや、あの話してや。なんかめっちゃおもろい話あるよ。居酒屋のバイトで、お客さん3人おって全員スマホ忘れたっていう。あれ、話して。しかも、全員 iPhone。ちょ、それ、話して。みんな聞こう。おもろいよ。お、鉄馬来た。うい。どう？男前やろ。ね、微妙みたいな反応すんなって。男前だって。うん。俺らの中じゃ一番モテるんじゃない？うん。ちょ、そろそろ年齢聞いていい？俺らは全員20歳とか。まあ、サバ読んどるけど。そっちは。いや、もう、俺らとそんな変わらんって感じするけどね。まあでもなんか大人な感じはする。いや、ようやもう。いよ、年齢ようや。え、じゃあ、地デジになったのは何歳？じゃあ、おでんくん見とった？じゃあ、同じ世代じゃん。え、ジュリちゃんって最後彼氏いたのいつ？いつ？いや、ちょっと知りたいなと思って。3年前？あ、じゃあ3年もいないの？おー、意外。え、なに、前の彼氏は人参くん？キャベツちゃんと人参くんみたいな。好きなタイプ？俺の？そうね。俺は、外見は正直どうでもよくて、中身？とにかく、人に思いやりがあって、まあ、純粋な優しさを持っとる人かな。外見じゃないね。まあ、芸能人で言うと、広瀬すず。突っ込めよ、お前。外見じゃねえから。お前、突っ込んでくれよ、そこは。
それはみんな趣味とかないん？ないん？あ、そう。俺らは、パチンコ？おぉ。そういえばお前どうやったんこれお前。負けたん？負けたん？ 2 万負けたん？ 2 万負けた？やば。やばいな。お前負けすぎじゃない？いや、俺も3万負けたけど。いや、まあまあまあ。でも、その前に俺5万買った時は平気なんよ。それよりお前後期。後期あいつ7万負けて、今月マジで2000円で過ごすとかやったね。やばくない？とりあえず肉寿司食おうや。いや、食べ放題入った。食おう食おう。絶対うまいて。すいません。あの、肉寿司もらっていいですか？え？え、コースに入ってないんですか？え、3000円のコース？なんか2500円でも頼めるって書いてたけど。書いてないんですか？え？なんかホームページに書いてました。いや、だって肉寿司込みで2500円。え、なに？え、いら？みんないら？肉寿司いら？俺みんな食いたいかなと思って。いら？いら？そろそろあれ山手線ゲームしようや。なんか酔ってきた。山手線ゲーム。で、国名で行こう。国の名前。ね、国の名前で、じゃあ、りなちゃんスタートでいこう。えい、せーの。うい、ドイツ。ちょ、早い早い。行く、テンポ落とす。テンポ落とそう。うい。やばい、出た。やばい、それ言おうと思った。あ、ちょっと、ニューヨーク。あ、くそ。一気、くそ。余裕。え、ジュリちゃんの、好きなタイプ。何？ガタイいい人。ガタイいい人が好きな。おー、俺結構筋トレいっとるよ。おー、ほんま、ベンチプレス今110キロぐらい上げるもん。マジで。おー、ほら、触る？ほら、血管。ね、すごくない？ね、うん。スポーツ？テニスやってた。テニス。え、サッカーやっとる人が好きな。サッカーやってたよ。サッカーもやってた。サッカーとテニス。じゃあ、王様ゲームやろう。王様ゲーム。もういい。じゃんけんで決めよう。じゃんけんで。りなちゃん勝ったけど王様ね。王様。オッケー。耳塞いで。じゃあ、2、3番で。2でいく。オッケー、りなちゃんいいよ。2番と5番がハグ？え、2番って誰だっけ？俺3番っすよ。2番。2番よ。お前、鉄馬2番で。あれ2番じゃ誰？あー、ちょっと待って、頭痛い。罰ゲームが効いとるわ。マジで頭痛い。水いら。もう水なんて飲まんて。水マジでいら。え？あ、じゃあ、ジュリちゃんが言うんだったら頼むわ。すいません。水ください。もう時間？席の時間？あ、じゃあ、会計ください。はい。あ、ありがとうございます。これ会計。どうする？男が、じゃあ3000出す。3000出して。で、いい。お前、そんな出さんでいい。じゃあ、俺らが、5000円、二次会。オッケー、じゃあ、女子は、1500円ずつもらっていい？ 1500 円ずつ。じゃあ、2軒目カラオケ行こう。俺知っとるとこあるけん。安くできるけん。あ、え？終電？みんな？終電？10時なってないまだ。終電？そんな遠くにすんの？え？マジ？帰る？え？あ、そう。うん。じゃあ、一人2000円もらっていい？